偽装の夫婦、人には言っていい嘘と悪い嘘があると天海祐希扮する加門ヒロが妊娠は嘘と告白したことに対して戒めた藤須美子演じる日村かなえなんだけど、自分はガンだというのは悪い嘘じゃないのかと、まあヒロの心の声のように思わず突っ込んでしまった今日この頃なんてね。まあなんだかんだ言って長寿をかばってのことなんだろうけど、妊娠は嘘というのを全く自分一人の責任にしてしまったのはいかがなものかと、結局ね、ちょっとした火種に油を注いで大きくしてるのは誰やろう、ヒロの仕業でもあるわけで、果たしてヒロの心の内にあるのは一体何なのかね。ちなみに気になる視聴率は初回 14.7 から第2話は 10.3 とかなりダウンしたものの、その後第3話 11.3、 この前の第4話 12.3 と右肩上がりに回復ね。脚本湯川和彦、プロデュース大平太という名コンビの本領発揮といった感じなんだけどね。で、ところでこのコンビに関してテレビドラマ解説者でありコラムニストの木村隆氏はウェブサイト東洋経済オンライン10月28日付でこんな解説を、日本テレビのプロデューサー大平太さんと脚本家湯川和彦さんの名コンビ、女王の教室、家政婦の見た、〇〇妻などを手掛けてきたドラマ業界屈指のヒットメーカーである二人が名コンビと言われるゆえんは、高視聴率を叩き出しているだけでなくオリジナル作品にこだわっていること、何もないゼロの状態からヒットドラマを作り上げているからこそ賞賛を集めているのです。そしてその魅力といえるのはドラマ界で稀有な着せ替え力。現在のドラマ業界には設定やキャスティングありきで軸となるものがない作品も多いのですが、大平湯川コンビは軸となるものありきで設定やキャスティングを考えるという形をとっています。これは極めて正当なドラマ作りであり、本来はこうあるべき姿ですが、視聴率やスポンサー、芸能事務所を気にするあまり、それができていない作品も多く、必然的に二人の作品が脚光を浴びることになっています。例えるなら、前者が商品の内容はさておき、包装紙ばかり選んでいるのに対して、後者は売りたい商品を決めてから、どの包装紙で包むのか選ぶというイメージでしょうか。もう少し具体的に例えるなら、ガリガリ君がかき氷のアイスバーという軸ありきで季節に応じた様々なフレーバーを発売しているようなものです。ドラマ業界でこのように軸を重視しながらパッケージを入れ替えられる、すなわち着せ替え力があるスタッフはあまり見かけません。希少だからこそその軸はすでに大平湯川という一つのブランドであり、一つのジャンルにすらなっている感があります。次に大平さんと湯川さんの関係性を考えてみましょう。これまで二人は計10作を手掛けてきました。大平さんのプロデューサーデビュー作から湯川さんとタッグを組んだこともあって、二人の関係は立場を超えて師弟に近いところからスタートしたようです。そして出会いから16年が過ぎた今年、二人に話を聞く機会に恵まれたのですが、その関係は戦友のようなものに変わっていました。同作の見どころは、ヒロの毒舌な心の声と、終盤にヒーローとダジャレのように呼ばれて、ヒロが大活躍するシーンですが、早くもその心境が揺れ始めるなどの変化が生まれています。本当のパートナーとは何かというテーマに対する大平さんと湯川さんの答えは何なのか、ドラマを楽しみにしている人はもちろん、まだ見たことのない人にも興味を引く内容です。なるほどね。まあとにかくオリジナルにこだわるっていうのは、まさに今のドラマ業界においては稀有なことかもしれないんだけど、確かに家政婦の見たはオリジナルだった。でも半沢直樹のように原作ありきでも 40% 超えも可能っていうのも証明されたわけで、
まあそういうことではね、この10月クールオリジナルドラマ代表の偽装の夫婦と日曜劇場下町ロケット、この2つの視聴率競争もかなり興味のあるところね。ということで、何はともあれ偽装の夫婦、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。